四角い箱のような形が特徴で、ライトなどのパーツにも四角形を取り入れた個性的なデザインが目を引きます。今回はトヨタ初の軽自動車として誕生したフィクシススペースをご紹介します。長さ3395ミ、mm、リ、幅1475ミ、mm、リ、高さ1655ミ、mm、リ、 電子カードキーによるリモコン操作でドアの解状、施錠ができます。また、キーを携帯していれば、ドアハンドルのスイッチを押すだけでドアの解状、施錠が可能です。エンジンはステアリングの右横にあるエンジンスイッチで始動します。電子カードキーを携帯した状態で、スイッチをスタートの位置まで回してください。 エンジンの始動と同時にメーターも起動します。ステアリングの左奥にはワイパーウォッシャースイッチ。その反対側には方向指示スイッチ、ライトスイッチがあります。運転席の右側には2つのスイッチがあります。エコアイドルオフスイッチはアイドリングストップ機能を一時的に止めたい時に使います。 右端のスイッチでヘッドランプの照らす方向を上下に調整することができます。エアコンは右側のスイッチで操作します。スイッチの真ん中を押すとオートモードになります。設定状況は左側のモニターで確認できます。シフトレバーはステアリングの左横にあります。シフトの位置は メーター右側にある表示灯で確認できます。シフト表示灯の下にあるスイッチで平均燃費計の画面切り替えができます。燃費計ではアイドリングストップを使った時間や平均燃費のほか、オドメーターやトリップメーターも表示できます。車内のフロントを照らすルームランプ、サンバイザーは、 運転席と助手席のどちらにもバニティーミラーがついています。フロントドアポケットはファイルなどを入れるのにちょうどいいサイズです。カップホルダーはワンプッシュで引き出せるタイプで運転席と助手席の両方についています。運転席には2つの収納スペース。小物や財布などを入れるのに程よいサイズです。 エアコンの下にあるセンターボックスは蓋付きで奥行きがあります。センターロアーボックスはメガネをケースごと入れられるサイズ。その隣にはアクセサリーソケットもついています。アームレストにはペットボトルが収まるポケットと細長いボックスがついています。助手席には小物類を多く収納できるアッパーボックス。 そして、車検証の収納に便利なグローブボックスがあります。グローブボックスのそばには、買い物袋を下げられるフックもあります。助手席の下にあるトレイは、深さ100ミリの大容量。シューズ一足がきれいに収められます。リアドアのポケットは、ボトルホルダーがセットになっています。助手席の裏側にも、 買い物フックがついています。買い物フックの下にはパンフレットを入れられるポケットがあります。開口部が広く荷物の積み下ろしがしやすいラゲージスペース。程よい奥行きがあって使いやすくなっています。ボードを開けると中にスペアタイヤが格納されています。リアシートを倒せばラゲージスペースが広がります。 シートの横にあるシートバックフックを引き上げると背もたれを前に倒すことができます。左右で分けて倒せるので人数や荷物の量に応じて使い分けが可能です。正方形に近いデザインが個性的なヘッドランプ、マルチリフレクターを採用しより明るく視界を照らすことができます。 リアランプも四角形にこだわったデザイン。ハイマウントストップランプとセットで後続車に存在を知らせます。四角い箱のようなデザインが印象的ですが、収納スペースが豊富で普段使いにぴったりな一台となっています。使いやすさと愛らしさが両立したトヨタ、ピクシス、スペースのご紹介でした。